はい、小豆島町議会議員三木隆之の週一動画パート67ということで67週目いきたいと思います。もっとちょっとね関係ないですけど、皆さんね、新型コロナウイルスの影響ってどんな感じでしょうかね。私もね、僕自身が所属する商工会の青年部っていうね団体あるんですけど、まあ、昨日とかもね、私ちょっと体調不良で、部会っていうね会自体を欠席をしたんですけど、ズームミーティングをねちょっと試してやってみるっていうことで、まあね現場で集まらずにこうね画面上だけでやるみたいなのをねちょっと試してみたりして、まあ少しずつね、こうまあ小豆島町っていうねすごい小さな田舎でも、どういったらいいですかね、影響が本当に出てきているなというふうに思っております。はい、それではですね、67行きたいと思います。なんかテンション下がったね、上げます。はい、瀬戸芸っていうテーマでね、今回ちょっと行きます。なんやこれっていう人、まあほぼ小豆島町ではいないのかな、まあ小豆島では少ないのかなと思います。瀬戸内国際芸術祭ですね、2019ということで、これね3年に1回やってるやつですね。まあ2019やったということは、その前ね2016もやって2013もやってっていう形で、まあ小豆島町はねそこそこお金を使って今までやってきました。ではね、今回はね予算お金の話をちょっとね、していきます。2億5000万円ということですね。自身でこれ作っときながらね、これここ5000万ね、漢字を1000でよかったんじゃないかみたいなねふうに思いましたけど、ちょっとねコントラストを出すためにやってます。2億5000万。でこれがですね、2016、2013ですね、だいたい2回ともですね、まあ2400万から2500万ぐらい、使いましたよっていうね感じ、まあ使うったって言うたらちょっと言い方悪いかもしれないですね、まあぐらいのね投資をしてるっていうのはね、そんなイメージで、おります。まあね、それがまあ多いのか少ないのかっていうのはね別として、まああとね基準をどこに置くかだと思うんですよ。効果の検証っていう意味で言うと、それね経済効果っていう部分でいくのか、どれぐらいね税収として回収できたんかによるのか、またね店舗の売り上げがどんぐらい上がったのかっていうね、っていうところによるのか、まああとね所得、富の所得がねどんぐらい上がったのかってね、いろんなパターン、どこに基準を置くのかにね、よってこの投資が高かったのか安かったのは、もうこれねその判断基準がね人によって違うので、もう何とも言えませんね。ただ、2019に関してはですね、実はまあ去年ですね、去年になるのかな、1年前からですね、まあ町長がもう1億切りなさいというねお達しを出していたので、まあ言うてもね今まで2億5000ぐらい使ってきとるのに1億切るって、まあ個人的にはね無理やろなって思ってたんですよ。でまあ2019が終わってですね、まあ準備期間から含めて結局どれぐらい使ったんですかっていうふうにね、先日企画財政に、企画財政課に聞きに行ってきました。でいただいた回答が、2019は8000万円弱ということで、まあ細かい数字を言うとですね、7000万円台後半で抑えることができた、まあ結果抑えたという形ですね。はい、もう3分の1ぐらいに、なりましたっていうところで、まあ気になるのが、じゃあ2年前2億5000使った時と2019、まあ去年ですね8000万使った時と、果たしてどれぐらい実感としての差があるのかなっていうのをね、まあ皆さんにちょっとね問いかけてみたいなっていうふうに思います。まあ個人的な私の感想だけで言うと、そんなに変わったんかな3年前とみたいなね、そんなイメージです。はい、だから金額だけで言ったら3分の1に減らして、効果としてはそんなに変わってないぐらいのね感じがあるので、まあそういう意味ではね、まあ安い少ないとして、まあね前回以上とまでは言いますけど、前回と同じぐらいの成果効果を上げてるっていうような感じがしますね。特に2019に関してはもう芸術作品のまあ質というのか、まあ質というんでしょうね、によってやっぱね、集中的に集まったところがもう1箇所、ね、ものすごい人が集まった場所がありましたので、まあ、そういうところに、ね、すごい引っ張られたっていうのもあるのかなというふうには思いましたね。まあ、皆さんね、これをまあさっき言ったように判断基準が人によって違うと思うんですよ。どこで、ね、どこで良しとするのかっていう基準は、どこでっていうか何を良しとするっていう基準が結構違うと思いますので、まあ、こればっかはね、ちょっと
まあ、こう僕自身も答えにくいところがあるんですけど、まあね、経費としては、まあ、3年前、6年前と比べたら、大体3分の1に抑えたという事実だけが今現状残っているので、果たして皆さんがね、それに対しての成果をどのように感じているのか、ちょっと気になって動画にしました。もしよかったらね、コメントとか、まあ、直接私に言っていただけたらなというふうに思います。では本日は以上です。どうもありがとうございました。